はい、皆さんこんにちは。今日皆さんに、ご紹介するのは、以前ですね、YouTube に動画をアップするために使っていた、動画を撮るためのビデオ、この GE 製の、デジタル HD ビデオカメラ DV1 についてお話ししたいと思います。で、今この動画を撮っているのに使ってるやつは、以前ご紹介したサムスン製の、コンパクトデジタルカメラ MV800 というやつなんですね。で、自分撮りができるので、すごく便利だということで今それに、置き換えてます。ということで、以前私が使ってたこれが、どんなやつかというのをちょっとご紹介したいと思います。全体の箱のパッケージはこうなってまして、これが側面ですね。で、裏面ということで、中に何が入っているかというと、本体は後でお見せしますけども、まず、マニュアルですね。マニュアルはですね、一応、数カ国語で書かれています。英語と、もちろん日本語もありますし、韓国語もあったりします。一応マニュアル、それからあとはなんかこうシリアルの番号だとか、ボタンの注意とか、簡単なインストラクションみたいなもんですね。それと、これはですね、私これ結局使わなかったんで全然封開けてないんですけど、デジタルカメラ、ユーザーマニュアルということで、一応マニュアルをディスクの中に収納してるということだと思います。私特にこれ使ってません。それから、USB ケーブルで、この USB ケーブルは、これはこっちのジャックの形状はおなじみの形です。で、こっちはメスになってます。で、なんでこれがメスになっているかというのは、ちょっと後で、お話ししたいと思います。それから、ストラップがついてます。これオーソドックスな、昔の携帯に使われているようなストラップがついてます。おまけ程度です。私これ使ってません。それからいよいよ本体です。で、私が持っているのは、本体がオレンジの背面。で、これが実際のモニター画面です。今ちょっと MV800 が映ってると思いますけど、こんなので撮ってたんですよ。実はこの画面は自分で見れないんですよね。撮ってる時はこういう風な向きで、撮ってるのでどんな風に撮れてるか分かりませんでした。でも、簡単だったんでこれを持ってます。で、ちなみに、スマートフォンと比較するのがいいのかちょっと分かりませんけど、通常の、携帯ですね、携帯電話と比べるとだいたいこんな感じです。一応これサムスン製のソフトバンクの携帯ですけども、こんな感じです。厚さはこんな感じです。はい。で、ここにいろいろ書いてあるんですけど、簡単に言うとですね、一応これフル HD の 1080p と、それからウォータープルーフ。それからビルトイン USB アーム。ここがミソですね。ここにちょっと USB のマークがついてますけども。それからビルトイン、リオンバッテリーということで。で、面白いのは、これ完全ウォータープルーフで、こっちのサイドには、HDMI のポートと、それから USB のロゴが入ってます。で、これを開けるとこういうふうになってまして、ここが HDMI のポートですね。で、ここに黄色のロックレバーがあって、で、これを解除すると
USB の端子が出てくるわけですよ。でそこでさっきお見せしたこの USB のケーブルの形状がなぜメスかというのが分かってもらえると思うんですけど、パソコンに画像を取り込むとき、この USB をこのメスの方にこう挿してですね、つなげると、あるいはもうこれ、まあ、場合によったらダイレクトですね、こうカメラをパソコンに連結することもできるわけですよ。これウォータープルーフなんで、まあこの隙間っていうのは当然水が入るかと思うんですけども、ここの肝心のですね、端子類とか USB のところの要は保護ということで、ラバーのシールでしっかりと、まあ、水が入らないようになっているというような処置がされてます。で、反対側は何かというと、ここは SD カードスロットになってます。ここに SD カードのスロットがあります。同じように SD のところもちゃんとウォータープルーフになるように、ラバーのシールで水の侵入を避けているというような形になってます。それとこれが電源ボタンですね。これオン。で、画面と、これがですね、まあ、一応動画用なんですけど、このカメラアイコン、これをまあポンとやると動画中にもまあ静止画が撮れるというやつ、それからメニューと削除と、もう一個なんだっけ、これは再生用のやつですね。で、ちょっとこれ電源入れてみますと、はい、今入りました。こんな感じです。で、今カメラの方が私向いてるんで、私が以前動画撮ってる時は、こんな感じで動画撮ってたんですね。こんな感じで。で、こっちの画面は向こう側を見てるんで、私は自分がどんな風に映ってるかっていうのは実は分からない間に撮ってましたということです。で、これはですね、上下がズームになってます。これ下でズームで、ズームアウト、ズームインになってます。それから、この横のボタンでですね、いろいろ、まあ、状況によって、例えば蛍光灯の下だとか、晴れだとか、オートだとかという、まあ、こういう大まかな設定ができるようになってます。はい。で、まあ、これ真ん中のボタンを、レックボタンを押すと、自動的に動画は、まあ、録画できると。それから、メニュー画面ですね。メニュー画面でいろいろ、まあ、セットアップしたりですね。あるいは、まあ、カードのリセットなんかも当然ありますし、画質ですね。それから、例えば動画のサイズを決めたりとかいう、まあ、そういった設定ができるようになってます。ということで、まあ、あまりこれ深い機能のところまでは説明しないんですけど、まあ、以前はこういったですね、非常に手軽なやつで、撮ってたというのでご紹介しました。で、もともとこれなんでこれを買ったかというのはですね、ウォータープルーフなんで、まあプールだとかそういった水場に行く時に、通常のデジタルカメラ持っていくとちょっと心配だなとかいうのがあるんで、これを買いました。で、例えば、よく夏休みとか、ディズニーランドとか行くんですけど、真夏だとすごくディズニーランドずっと行ってると暑いんで、たまに昼にホテル帰ってプールに入って、で体を冷やしてまた出かけるというような時に、ちょっとプールとか間に行った時にもやっぱ動画撮りたいねということで、で、まあ、通常のデジタルカメラだと、例えばこうプールサイドでまあいろいろケアして撮るんだけど、万が一プールに落としたら嫌だなとか、朝せっかくランドでとかシーでですね写真撮ったのに、それでプールにぽっちゃんとして
壊しちゃうと意味ないんで、なんかいいのないかなと思ってたら、まあ、ちょっとたまたまこういうウォータープルーフの紙で取れる、しかも、大きさ的には携帯とあまり変わらない、重さもですねそんなに、まあ、言うほど気になるほど重くないということで、非常にまあポケットにも入りますしいいなと思って買いました。で、まあ、通常のデジタルカメラで今までも、例えば動画撮ってりゃいいんですけど、まあ、非常に操作も簡単なんでこれをまあ YouTube 用に使ってたというようなわけですよ。まあ、いずれにしても、これはですね、まあ、YouTube で使うことはなくなりましたけども、ちょっと旅行に出かけるとか、プールに出かけるときにはこれからも現役で活躍する私の、まあ、有力な動画用ツールであるということで、今回ご紹介しました。まあ、これに関しては多分、もうすでにいろんな動画が上がってると思うんで、あまり詳しく述べる必要はないと思いますので、そっちでいろいろ興味ある方は、まあ、見るなり調べてもらったらいいと思います。まあ、とりあえず私のワンノブガジェットということで今回はご紹介しました。それじゃあまた。